心はゆるっと、山宮ひろこです。今日はこれやります。夜会です。ゆっくり見てくださいね。それじゃあ行っちゃうよ。まずブロッキングからご覧になってください。今日はシャープ襟足をすっきり上げていく夜会のスタイルに行きます。次すき毛つきまつけます。ちょっとこんな形にしてベースに合うような形にして、あんまり厚ぼったくならなくていいんで薄めにつけてください。で角引っ張って絡めて止める。で襟足も下からまあ2センチから 2.5 センチぐらいのところまでベース取ってありますから、そこにちゃんと行くようにしてください。すき毛が動くとすごく途中で仕事が滞るので、すき毛はきちんと止めましょう。でこういう状態になってセンターで分けられている状態ですね。でここ大事なとこです。秘密の技教えちゃいます。襟足の一番真ん中ビシッと決まらないとすごい嫌なとこですよね。だけど崩れやすいとこでもあります。この真ん中にこの7ミリから5ミリそのぐらい取ってください。グッて上げてそれ上にアメピンでしっかり留めましょう。量が少ないのでアメピンでしっかり留めてくださいね。でこれで襟足がグッと上がっているように、このところ崩れないね。ここですよ、こんな感じですね。で逆毛立てていきます。逆毛ね、中側から立てていきますけど、中側はこの隙間埋めなきゃいけないですから、しっかり根元に立ててみましょう。逆毛ね、意外と左手大事ですよ。左手テンションしっかりかけるとね。で表面に近くなったらね、表面にはあまり出ないようにこのネップの一番下ね、一番下のところこれしっかり逆毛立ててる方がいいですね。で表面になったらもうなじませるだけの逆毛でいいです。同じこと左右どっちにもしますよ。じゃあネップ左側のサイドから上げていきます。中側をちょっと整えて、この部分ね、ここの部分大事ですからね、この部分整えましょうね。きちんと整えてブラシワークしていきますよ。で上げていきますが、こう入れたら縦に抜いていくんですよ。床に水平から縦に抜いていく、これをしていきます。この部分ね、本当に人間のお客様だったらお客様にグッと天井を向いてもらってください。で綺麗に決まってきたらダッカールで留めるとこですね。ネップもしっかりダッカールで留めてもらっていいです。最初のうちはそういうふうにしていくといいと思いますよ。でこの部分を指入れて上げます。で一回仮止めしておいてもらって、この辺もまあダッカールなんかでもいいですけどね、止めておきましょう。でこうできたらこの部分アメリカピンで止めていきます。一番大事なのはこの襟足のこの部分、この毛ですよね。それずっと拾っていってアメリカピンでグッと上に引き上げてください。その次も引き上げていきます。でしっかりとネープが上がるようにしましょう。そうするとここのネップのところきれいに上がったままの状態になりますね。ではこの部分ね、ネジピンで留めていた
仮止めの部分、アメリカピンで上から下へ本止めしちゃってください。毛の毛量の多さによっては1本2本と使っていってくださいね。それでこの毛なんですけど、この毛どっちみち使わない毛なので、これをこの隙間に埋めていってしまいます。バサバサ邪魔にならないようにこの部分に埋めますね。で、鬼ピンぐらいのがいいかな。ネジピンだと大きいと思うので鬼ピンぐらいので留めといてあげてください。で、中閉まっちゃいますよ。こうして閉まって段差ができないようにしておきます。そしたら片方をスプレーしちゃってくださいね。じゃあ反対側サイドを上げていきますよ。ここも同じように上げていくんですが、今回はこの上げる方には隙毛入れないので、この上に重ねていくだけですね。で、同じように逆毛も立ってますからね、綺麗に上げていきます。で、同じぐらいの角度ね、右と左同じ角度で上がると綺麗ですよ。で、大事なここね、中側も綺麗にね、テンションかけましょう。で、ここはやっぱりダッカールが必要ですね。ダッカールね、フランス式のダッカールあるんですけど、フランス式こういうのね、そういう方がね、小回り効いていいですね。先はとんがってますし、平らで小さくて小回りが効く。私はそっちの方が好きですね。アメリカ式っていうのもあるけどね。で、こう持っていって向こう側まで持っていくんです。で、こっち側で綺麗に入れる、それを始めますけど、そこちょっと大事なとこなのでゆっくりやっていきます。こっちで今ここまで行きましたよね。そしたらここをしまい込むところです。しまい込むとき右手親指挟んでください。人差し指からしっかり持ちます。左手離しますよ。左手今重ねたところに守ってあげてください。上げます。パタンって折り込みます。そして上に抜いていきます。で、これ仮止めしておきましょう。この状態ね、上げて、そしたらここでテール使って中に入れていきます。この時一皮並べにねじるのでなくて、紙をヘアをペーパーのように広げて、そのペーパーがパタンって折れた感じをイメージしてください。そうするとピンも隠し止めでしっかり止まるようになりますね。次、夜会のピンを隠して止めるやり方ありますね。パタンって折れたんだから、その部分ですね、これ鬼ピン、鬼ピン流れに沿って入れますよ。流れに沿って入れてください。入れてください。そのまま刺さないで、入ったらねじってください。で、スッて頭を引っ込めてくださいね。で、それを上の方まで繰り返していきましょう。入れて割って、入れて中入ったらねじって、はい、止めます。はい、中入ったらねじって止めますよ。じゃあ重ねた夜会に隠しピンが終わりました。隠しピン、まあそれぞれの本数にもよりますけど、上までしっかりしてきて、残った毛をクラウン部分にまとめてます。この部分使わないのでまとめてしまってます。あとは上に隙毛を乗せて上の高さを出していくので、逆毛立てますね。で、これ一旦避けます。避けて、でフロントの部分にちょっとあんまりまん丸くしない感じで、高さが出ればいいということで隙毛をつけますね。中しっかり固くできてると
ネジピン、鬼ピンでも止まっていくので。スキ毛ね、あんまり汚いボコボコだとやっぱりボコボコになっちゃうから、この表面は綺麗な方がいいですね。そしてかぶせていきます。で、上にかぶせていきます。すき毛がついた後、ちょっと私左右サイドから左サイドに振って、フロントクラウンの部分作っているので、その部分に作っていきます。自然となじませて高さを出していくっていう感じですね。で、最初のうちはやっぱりダッカール上手に使って面をきれいに整えてみてください。で、スキ毛 は中でね、動くんで、後から微妙な高さとか面とかきれいに整えることも可能ですから。そしてこれ思い切って、私は今回はこっちに持ってきてます。行かないと見えないですね。ちょっとこの後から別にここ見える部分じゃないので、しまってしまうとこなんですけど、思い切ってこっちに寄せて留めています。たまたま今回はこういう風にしてみました。